はい、こんにちは。 RWS ドリブル塾千葉茨城支部翔吾コーチです。今日は、ボールのコントロールをやっていきたいと思います。3分間で、しっかりと上手くなるような練習になってますので、ぜひやってみてください。ではまず悪い例をやっていきたいと思います。続いて、いい例をやっていきたいと思います。それではご視聴の方ありがとうございました。悪い例といい例ですね。やっぱりボールをもらう前の予備動作だったり、足を踏んだりステップを踏んだり、周りを見るっていう癖をぜひつけれるようにしていきましょう。では以上になります。